ろいろあるんだな、ピアスも。そうですよ。ブルーが欲しいな。ブルー。ブルーが感じた。よし。すぐにいらっしゃい。やめよ。早い早い。やめよ。シーメン、こんな人いるんだ夜。知らんかった。そうですよ。本当若者の街やな。疲れちゃうよ。どっちがいいんだろう。こっちとかかな。あー、そこもある。めっちゃ人多いっす。じゃあ前行かない。めっちゃ多いな。シーメンにはめっちゃあるんだね、この店が。かわいいですね。390円で、まだいける300ぐらい。390さっきいくらだった、あれ500? 600ぐらいかな。あ、半額ぐらい。シティホールの半額でいろいろいっぱいあるのいいね。嬉しい。めっちゃ人気やん、ここ。え、いいじゃん、150とかで。あ、入れ物も可愛い。すごい、これ可愛い。これに入れていく感じ。いや、ピアスね、開けるとね、いろいろ欲しくなっちゃう。欲しくなっちゃう、無限大。あ、いいな、いいな。開けますか、ないってこと。刺激、ピアス開けてみた、鼻ピ。YouTube 伸びそう。YouTube クソ伸びるだろうな。3万人ぐらい見せる。一気に。クソ切るね、鼻ピ開けてみた。これピアス250元いいね。女子高生とかも買いやすい値段。安い。これ針が入ってるのはなんて意味これ。あ、それはピアスっていう意味ですね。あ、こっちイヤリング。そう、あ、痛い。あの、銅のやつか銅じゃないかの違いかな。なるほどね。かわいいかわいい。え、欲しいな。お小遣い入ったからガチガチは。でもそんな高くないんじゃない。300です。あ、じゃあ全然さっきより安いの。安いね。これ以上買ってきました。早っ、やっぱ即決だな。大事大事。ベトナム行くより早かったわ。え、見してそれ。絶対似合う、絶対似合うね。絶対似合う。え、これやばくね。これどれ、これいくらですか。これ390。え、そんないっぱいあって。セットやば。パイナップルとかもあるよ、金色のパイナップル。なんでそういうの。あそこに YouTuber いる。やっぱシーメン多いな。セルフィーしながらしゃべる。これかわいい。え、これ誕生日プレゼントにいいな。 C カップあるからね。
も俺つけないのに欲しいな、これ。めっちゃ可愛い。これ可愛いよね。これ買おう。買います。いいね、新年楽しいね。楽しいね、楽しいです。ちょっとこの店めっちゃ良かったです。ロビン麺めっちゃ人気やん。我感谢，因为我们。お、お、ピアスコーナー発見。可愛い。これすごい。可愛い。これ可愛い。これもいい。やばい。いけない。台湾人になってる。心強い。押し倒してくる。どけどけって。何でも買っちゃいたい。食費抑えて買った。食費抑えもうルーローファン生活。ルーローファン生活言い方変だった。これと、ちょっと待って、横に並べてほしい。こうやってピピって、こっちかこっちで。ね、これは個人的にはこっちの方が好きかな。いいですよね。ちょっとこれはガチャガチャしてる。おばさんっぽいっすよ。ちょっとでかお、敵に回すね。俺はこっちの方がすっきりして綺麗だなって思う。じゃあこれにします。今日はもうあれですね、平成最後の週末なんで、平成最後の爆買いで。爆買い。いいじゃん、思い出になるじゃん。マルコ、マルコの首が辛い。オッケー。これでいくら？350元。マルコ、私も財布出してくる。あ、マルコつけたい。俺女の子だったらこんなバッグ買いそうだ。即決。めっちゃ多いね、ここ大人気やん。でもバッグを、バッグが中心なのかな。ちょっとも持っててもらっていい？俺が撮ってる時にしたら変じゃん。ここもう持つだけでいい。どうやったらいい？じゃあよしか言いようがない。これ何なの？簡単だよ。